はい、福岡工業高校ラグビー部ヒゲだるま、こんにちは、ゾエゲームズです。シャーでこれ本日なんですけども、同じく25万円使って手に入れた吉田正尚使ってみたやっていきたいと思います。よろしくお願いします。25万使って手に入れたんですけども、手に入れた枚数が多分7枚のうち5枚、うん、5枚はこいつにもうぶっ込んで極みにしました。で、一応記念にS1 枚残してて、昨日のね、コメント欄で A ランクのレベル1で称号つけれるんですかみたいなコメント多かったんだけど、まあ返事してる人もいたんだけど、トツクルレベルね、トツクルレベルをレベル10にすると称号チャレンジできます。なんで、チートでも何でもございません。やっていきます。なんだろうな、バズーカとかついてほしいけどね、バズーカ吉田、吉田正尚でいく。いきます。OK。どうしようかな、本は本もつけない。もうつけずに、もう 10% でなる。俺のマッチョ吉田ならいけるはず。いきます、称号獲得。はい、さあどう、星45 10% どう、クソザコじゃねえかよ。さあマッチングいたします。相手名人ですね、めちゃくちゃ強いのテディ男。まあ、今回ちなみに出だしからの千賀投手でいきますからね。千賀からの吉田、このワールドスター軍団でもう望むところだぜ。千賀でまずあっさりと抑える。脳筋投法。相手名人だから、さあ果たしてそれが通用するのかどうか。いきます。もう名人だろうが、脳筋でも通用するということを今から証明します。通用しないかも。いきなり抜けちゃいかん。西川遼は正直打たれてもいい。で、昨日なんかコメント。はい。ほらね、フォークだけでいいの。たまたま打てただけ、君は。うん。昨日なんか、なんだっけ、コメント欄で、ベスピを出さない人は、女性の扱いも悪いみたいなこと言われてたんだけど、それ本当の話？それ本当？ベスピじゃないと女性の扱いも悪いとか言われるけど、俺女性の扱いめちゃくちゃいいからね。俺、襟前とズブズブだからね、言っとくけど。女性の扱いは YouTuber 1位。いいと言っても過言ではないから。スラップ入れてみる。エッチな。うん、一回ね。狙い定めたフォークで終わり。抜けてるんだって線が。入る穴いいと通せよてめえこの野郎。でもまあベスピ出して俺が悪いんだけど。極論言うんだったらベスピ出して俺が悪いんだけど。これ完璧でしょ。もうこれ。オッケー、はい、夏さんでしょ、はい、どうするで、からのここら辺にスプリーム、最高、チートです。チートとか言った、チーターで、うん、日本語おかしいけど、よし、ようやく吉田正尚に任せる。いや、ちょっと抜けすぎたな、もったいないな。普通に0点で抑えれるはずだった。相手藤井か、藤井ね、藤井荒野だっけ、藤井、ああ、しかもこれエッチなホースラー投げてくるタイプの藤井だ、これ。斜めに落ちるための藤井だ。あ、いきなり縦すらね、オッケーオッケー。でもエッチなフォースが投げてくんね、これ。あー、惜しい。まあまあ、ちょっと塁出なきゃ、塁出ないと正尚のチャンスが光らないからダメなんだよ。そういえばによし、正尚、西川龍馬選手あってたね。西川龍馬となんかストーリー上げてたよね。ちょっとタメ口になっちゃってるけど、なんかすごいいいなと思って、素敵だなと思った。伸びろよ、結構いいな、挟まアーチスト出ました。はいはい、もう正尚のホームラン打って今日の動画終わり。あっさりとね、いくぜ。正尚本当に打っちゃったよ。正尚あっさり持ってった。 WBC を彷彿とさせるヒスパリオホームラン。あー、抜けちゃうか。ただもうフォークなんとかする。なるほど、そうですか。はい、入ってる。入ってんだろマジで。ここでツーシーム一回、素晴らしい低めのツーシーム。外の低めで、こっからズブズブのスラブ。やべえ、ズブズブのスラブ打たれてます。戦果攻略されてるよ、まずい。どうしよう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 、ベスピ出して、やべえ、名刺うめえ、千賀のフォークに対応しやがるこいつ。いや、でも俺行くよ。マキシーゴで、マキシーゴは抑える絶対に。
絶対に抑える牧秀悟から抜けるフォーク、OK、打ち取った、ナイス、あっぶね。で次ゲッツー取ればいいだけの話、低めのストレート、 OK、打ち取ったね。いやこれバックホーム無理でしょ。 OKOKOK、 はいはいはい、追加点を許さないぜ、しつかるフォーク、ちょこれめっちゃ走ってくるこいつ、クソぜえな、やばい、これ、あ、終わった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 、終了。おい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 、大シュート、シュート、そこは陣の初耳なんですけど、うわちょっと待って、千賀さん何してんの本当に、せっかく吉田正尚ホームラン打ったのに、いきなり、おい、リオーマー、ちょっと俺が悪い、俺が悪い、ごめんなさい、本当に分かってた、そのストレート、そのストレートは分かってたよ、妥協の、妥協のストレートは逃さないぜ。いやマジかよ、ちょっとそれボール球でしょ、ローズホームラン、ローズホームラン同点、チャンスも出てる、いいぞ、いける、終わった。すべては俺が悪い、ちょっと次勝たないと私ランク降格します。なんでガチ集中も無言でいい、つまんなくていい、つまんなくていいからガチで勝つし、もう目の色変えてやる、ガチでガン集中でいく、バカな配球やめるって、やっぱ適当にやると勝てないわ、さすがに、さすがに勝てないからガチで集中していく。なるほど、さあ何を選択してくるか、オッケー、よし、よかったから打ってくれ、ありがとうございます、本当にスライダーと思ってこれ振ると思う、やっぱりね、しかもタイミング合ってないんだよ全然、オッケー、よし絶対勝とう、これ、これ絶対勝たなきゃいけない、絶対勝ってプラチナランク3では身をとどめなければならない、ふざけすぎたガチで、集中、勝つ気ありますか、本当に一回手離すわ、いやダメだ、つける、ちょっと集中する、そういうのふ、もうそういうのもう全部振らないとね、本当にダルドは左曲がってくるんだろ、覚えた、左に曲がる、ダルド通しても左曲がってくる、集中しろ、正尚行くぞ、それはボール、正尚でホームラン運ぶわ、もう一発、左曲がるからね、ツーシームそこ狙っていこう、正尚、正尚、もう俺が下手すぎる、これじゃ勝てないぜ今日、こんな、こんなんじゃ勝てないぜ今日、一回スライダー、ナイスすぎる、うま、うますぎだろ今、 OK、 よし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 、これゴロ、ゴロ、オッケー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 、カットボール、オッケー、完璧、よし完璧、打つだけだ、村上、西川、高橋、由伸、もう決める、最強打線で打たなさすぎ今日、そういうとこ打ってもよかった、打てる、絶対打てる、それは、それはもう分かった、それはもう分かった、さっきそれ学んだ、それスライダー見えてる、それも次来る、嘘だろ、タイミング完璧だと思ったのに、ゲーム戦